これしてじゃあ、はい、これかけて、あのまっすぐ無表情であのカメラ目線でお願いします。はい、これを、はい、大丈夫大丈夫、全然、うん、俺のこと信じてもらえば、はい、何も怖くはない、気は得た、一人では解けない愛のパズルを抱いて、気は得たこの街で、優しさに甘えていたくはない。始まりました、タチラジ。勘弁してくれよ。GW スペシャル。大丈夫だったんですか。勘弁してくれ。本当に大丈夫でした。え、大丈夫でした。クイズですか。GW スペシャルなんで。うん、ゲットワイルド。ゲットワイルド。ゲットワイルド。どういうこと。なんで全員キベさんなんだ。みんなほら、あの上海の街並みで、こうやつ無表情で立ってるやつ再現したでしょう。あ、そういうこと。あ、台湾なんです。台湾あれ、台湾か。なんで。でもこれ僕全然これにしません、これから。あ、丸メガネじゃん。いや、今ヒゲが合ってるからいいけど、まあ、いいけど、だんだん全力ぶっちぎりになってくる。そうだね。あ、これ、そうですか。寄っちゃってるわ。でも、こういうのが好きなおっさんが見てるじゃないですか、大体立ち。そんなことない。そういうおっさんがいた時代を過ごしてきた人たち。確かに。さあ、はい、ということで、はい、GW スペシャルです。イェイ、来ました。はい。タチラジ、ゴールデンウィークスペシャル。はい。はい。ゴールデンウィーク、どうでした？ゴールデンウィークね、はい、まあでもそもそもゴールデンウィークの前に、うんうん、ちょっと前に僕たちオフラインイベントを、ね、あ、そうですね、その話4人でしてないから外出許可の話、あ、そうだ、軽くね、そうだそうだ、うん、外出許可、淡路の話も聞いてないし、そうですね、うん、淡路の途中抜け問題ね、うん、途中抜け、うん、あ、マッサージ、マッサージ、はい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 、どっち、そのちゃんとした方、それともいかがましい。いや、さすがに僕もその今から初めてライブやるところで抜いとこうかな。やめとか言うな。あの何でしたっけ、ほぐしの達人、ほぐしの達人、はい、それ見た、あの亀戸店、はい、あのメイキング映像、ね、あ、ちゃんと見てないですね。ちゃんと全部出ちゃってる、ほぐしの達人予約取ってるとか。あ、本当ですか。じゃあ売り上げに貢献できたかもしれない。いや、なんでリダクルとやっぱほぐしの達人がこうね、対のところにありましたね。どっちを取るかというか、その全く分かんないマッサージの2強というか、ね、リダクルは聞いたことあるけど、はいはいはい、いいの。いや、マッサージ行きたくならないですか。マッサージね、気休めじゃないの。気休め、気休めですよ。気休めなんだけど、うん、なんか俺ぐらい行ってない人がマッサージ急に行くと、まず急に呼吸がしやすくなるとか、あ、そうでこうか、そう、なんかもうこの辺のほぐれると、なんか夜息が吸いやすくて吸いやすくて、やっぱそう、すげえ眠れたりするの。まだ、そんななんだ、全然違うよ。あと、あ、今まで重かったんだっていうぐらいこの辺首が軽くなる。マジっすか。うん、びっくりしたな。行ってみようかな。俺も行ったことないのよ。僕もないんですよ、うん、足つぼとかもいいですよ。足つぼいいんだ。そのくすぐったくね。いや、おい、できない。いや、どうすんの。くすぐったく、殴るわけないじゃん。あの大島のなんかイベントみたいな、モンストのイベントの時に、あのおじさんみたいに強いわけじゃないですけど、なんでこんな痛い思いに金払ってるんだって思うところからほぐれていくあの快感、ほぐれていく、はい、痛くなくなってくるんですよ。そうなんだ、よかった。でもそれなら整体行った方がいいのかなと思っちゃうけど。ああ、整体ね、整体ね、確かスポーツマッサージみたいなね。違う、その話じゃない。何、やっぱりね、一番驚いたのは、はいはいはい、あの一応終わりでこう、なんていうんですか、グリーディングというか、はい、ありがとうございました、はい、みたいなんで、はい、こうね、来場者とこう、うん、挨拶するみたいなあったじゃないですか。やっぱりその今まで我々が出してたようなグッズを着用してきてくれる方がすごい多かったじゃないですか。 T シャツとか、それがまず嬉しいんですけど、僕は本当にこういうイベントでお客さんと対峙した初めての経験が、ほとんどの人がそのオリジナルグッズの T シャツを着倒してた。あ、そうだね、はい、確かにね、もう結構何回も洗濯してるなっていう色を、はいはい、色を確かにね、いますそんなこと。いや、それはありがたいよね、だから着てくれてるって本当に。ああいうのって思い出で買って置いとくけど、そうだね、着てる、俺の
ほぼヨレヨレのね。ほぼヨレヨレではない。生乾きの匂いした。いやでもそれは生乾きの匂いをしたやめろ。あでも来てくれてんだっていうのはあった。確かに。だからデザインもいいんじゃない、ハチさんの。そうですね。それ味が出ててね。そうだね。でもそう考えたら、あの、あ、これなんかちょっと結構着倒してきたから、はい、また同じの買うかとはなりにくいから、うん、やっぱ新しいの作りたくなるよね。なるほど、まあ、T シャツ出してもいいかも。 T シャツもこれからですもんね、季節的には、ねね、だから、あ、でも今回ねイベント来てくれた人は、あの、この我々の顔写真の、はいはい、顔写真のやつ、あれを着倒す感じでしょ。俺あれ、あの T シャツ結構好きなんだよ。わかります、わかります。僕も普通に着たりしてます。ほんと、あれさ、とかマジで高円寺のさ古着屋とかにあったの。それはちょっとおしゃれだなって。まあまあ、いやでも全然綺麗なんかのあれかな。松田屋に ありそうですね。 ありそう、ありそうだよね、ああいうの。何これって。確かにね。なんかわかんないけど外国の人とか買う可能性ある。あるかな。どうなんすかね。オレンジ色で、まあまあデザインいいっすよね。いやデザインいいよ。日本風じゃないじゃないですか。外国の写真逆そうです。これね、拓也さんに、はい、そのオープニング映像を作るときに確認したんですよ、うん、で拓也さんが覚えてない。だからこの映像をあったあのオープニングで、オープニング、淡路から謎の LINE 来て、うん、いやあんま覚えてないなって言ったまま既読無視だったから、うん、よくないぞ。その自分の自分のその伝えたい言葉だけ伝えてさ、俺があんま覚えてないかなって言ったら、そっか既読無視だった。よくありますね。いやいや、あるよ、淡路よくあるよ。一つそのね、通信のパケット代とかかかるから何だよ、お互いね。パケット代なんて久々に聞いた。制限だろ。でこの映像をね差し込もうとしたんですけど、はい、誰だ、え、見して。おー、はい、で、この、はいはいはい、ちょっと、はい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 、もちろんです。はい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 、これちょっと、はいはいはい、これを差し込もうと思ったの理由があって、あ、いや、っていうと、でも会う必要ないでしょ、みんな。はい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 、そうなんだ。まあ、平野っていう上杉の後輩なんですけど、なんでこれを入れようとしたかっていうと、まあ、基本的に大島さんのお誕生日を祝うみたいな、うん、と言いながらこういじるで、うん、あのこの T シャツって平野に大島さんがあげた T シャツなんですよ。そう、うん、そうそうそう、はい、で東京ゲームショーに4年前ぐらいに行かせてもらった時に、うん、タッチさんにチュンリーの T シャツを大島さん買ってもらってるんです。はいはいはい、あ、うん、だからタッチさんからもらった T シャツ後輩にあげてないかなっていうことで、拓也さんにこの T シャツを覚えてるかって聞いたんです。 そうそうそう、あれどっち。でもこれあげました。俺らがあげた、はい、俺らが買ってあげた。そうです。おい、あ、何、あ、それやったらそっちもやばいかった。違う、やってんな、やってるわ、やってんな、俺らがあげた T シャツ。いや、まあまあまあ、ごめん、それはもう、俺ら、あの、払っただけだから覚えてなかった、どういう T シャツ。なるほど、それで、もし大島さんが先輩からもらってるもん、後輩にあげてるなら絶対この映像に差し込みなかったんだけど、ごめん、大島さんも自分でチュンリーの T シャツ持ってたんですよね。そう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 、白の、うん、で、どっちかわかんないからタチさんに聞いたんですけど。あ、そうか、あれバイオは、バイオ僕なんですよ。あ、あんま、僕大島もバイオじゃなかったんだっけ。チュンリーです。なんかそれ以来淡路は来てきたりしたけど、そうそう、大島は来てんの見てないから覚えてなかった。なぜならサイズがちっちゃかったんですよ。だからちょっとちっちゃくて、いやいや、ピタってなっちゃうから、そいつと大島だったら大島のかな、うん、やつで。違う違う、ちっちゃいですよ、平野。平野はもう140ぐらいなんで。ちっちゃい。そう、だから僕さ、パジャマとかで着てたんすけど、俺らのこんぐらいだよ。ちっちゃいです。外に着ていけなくて、ちょっともったいないから、あげたんですよ、着るの。あー、でも、いや、それなら良くないな、これ。いや、そうよ。これ、あげたやつ。タッチさん、僕らもあげたやつや。チュンリーの T シャツ。良くないな、そういうの。でも、家にあるの、いい T シャツだからもったいないじゃないですか。良くないな。家にずっと置いてくれて。140の ?140 ぐらい。そう、ちょっと。俺らが、じゃ、俺らが、もらった、はい、その、ドリフ大爆笑の T シャツ、はい、ゴージャスさんにもらったやつを、大島にあげるようなもんだよ。それはくださいよ。いやいや、着ないでしょ。それはあげない。いや、いや、着ないけど、いや、着ないけどっていう。あれ、いいだろ、あの T シャツ。あれ、でもいいよね。珍しい。めっちゃいいよ、確かに。あれを、なんか、土地テレかなんかに着てったら、うん、あの、スタッフさん食いついてもらう。写真撮らせてください。写真撮らせてください。うん、そうやったのか。でも、そう、確かに。あ、そうか。まあ、まあ、そうですね。それ覚えてたら。覚えてなかった。確かに俺ら、
でも俺も見た、これ、これもそういえば見たけど、分かんなかった。好きなのいいよっつって、うんうん、はいはいはい、そうだ、買ってあげただけだから、そうですね。僕はバイオのやつですから、はいはい、そうだ、大島ちっちゃくて、ね、ピチピチだったんですよ。そう、でも、大島にサイズ聞いて、L っつったもん、うん、そう、試着できなかったじゃないですか、うん、あの場で、うん、はいはい、そう、LL 買えばよかったなというところでございます。自分で次行こうとすんな。次行こうとして、まあ行きましょう。でも楽しかった、めちゃくちゃ楽しかったですよ、外出許可。いやすごいな、でも、ね、あれ、ね、あんな盛り上がると思ってました。いやあれ聞いた、いやいやいや、あれ覚えてる、あの俺がさ、あの、うん、なんか人は秘められた力がある、うん、その力を解放できるとき、それは人のため、カズベガスって、カズベぐらいで、うわーって、なんか、なんか、まあまあ確かに、地鳴りのようなこの、なってました、なってました。なんかすごかったですね。俺、あれがもう忘れられなくてさ、はいはいはい、はい。来たーみたいなさ、え、多分だけど、あの、モンストフラパンの時の、ルシファーの重心化と同じくらいの声援が、うわーみたいになった。全然違うよ。比べんな、それ。いや、でも、確かにその、なんかほらフラパとかだと、はい、うん、そのいやそのどんなもんだみたいな感じで見てる方もいるじゃん、はいはい、てか味わえないな、あれはなんかちゃんと、ね、そうだね、あのな、味方でいてくれるお客さんが、そうですね、なかなかない空間、いやすごい楽しかった、うん、だからカオケさんが、うん、あの言ってた、見てたじゃないですか、前の方に、うん、本当お客さんがすごいいいみたいな、ね、客層が本当に、うん、そう、お客さんのハチさんの影響力、違うでしょ、うん、いやでもお笑いライブと違うなと思ったのが、うん、ね、総集編の映像でも流れてましたけど、うん、長縄跳び、うんうん、みんなでやってて僕が最後に入るけど、うん、タイミング見計らって、うん、なかなか入ろうとしないみたいな、うん、いや早く入れよの、うん、まあ言ったらよくあるお笑い、まあ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 ね、やっぱあのプレゼントがかかってるからみんなお客さんが、おいおいおい帰る、いやそんなおい、いや言ってない、帰る、いやなってない、言ってた、言ってました、はい、やったなってない、はいはいはい、あんな熱いことまあないですよね。で、なんかモンスト名前暗記クイズみたいなんで、こう連想ゲームで、いわゆる超重心祭の有名キャラ、ネオ、ヤクモとか、まあ、暗記してってね。暗記していくから、その連想ゲームで順番とかでちょっと違うキャラいたら、え嘘だろみたいな、まあ。プレゼントもね、かかってたから。本気だね。めちゃくちゃ本気でしたよね、お客さん。いやそうね、はい、いや確かに熱くなった、一体感が、ね、いやだから本当やりやすくて、やりやすかったです、ね、そのなんだろう、たまにあるなんかパーティー、企業パーティーの立食、はい、あもう一番みたいなのと、なんか、そう、それとは比べて、比べて、比べんなよ、対局ですよ、一番むずいやつ、一番受け、誰も聞いてない、誰でも聞いてない、うん、誰でも聞いてないし、その社長も別に好きで呼んでないから、うん、そうそうそう、なんとなく見てるあと社長をいじった時の、はい、みんなが怖いもん、なんか、そう、笑わないと、あ、どっちかわかんないんですよね、ダメだったじゃん、近々社長を全力でいじったよね、うん、その時あるな、企業によるんですよね、いや、この人やっちゃえば終わりでしょ、この会社みたいな言った時の、うわ、怖っ、って引いたと、あ、怖っ、そんなこと言うなよ、まずそもそもそれありますね、受けるけど、やっぱお客さんが、いや、お客さんが、もう一回ね、またやりたいね、ほんとそうですね、あの、アクリルスタンド、アクスタか、アクスタも新しいの作りたい、アクスタ、確かにコレクションした、大好評で、うん、はい、川口に営業行ったんですよ、この前、うん、で、なんか客いじりみたいなんで、うん、お客さんとこ降りたら、あの T シャツ着てる子いましたよ、ね、嘘、マジ、はい、見に来てくれてた子だ、すごい、アクスタがさ、本当なんか僕らも自分の一個しかもらえなくて、うん、あ、そうですね、そうそうそう、確かに確かに、ね、うん、自分でも 5個ぐらい買ってみたかったよね、あれね、確かに買えばよかったなって今思ってるあ、確かに、でも完売しはしたんですよね、完売してるからね、うん、僕もプレミアのやつもらいましたから、お客さんからもらんないよ、お前がそうシークレットね、シークレット、はい、シークレットもらって2個出たから1個あげますよって言ってやったーって言ったら、あの下の台座はなかったあれなんでの台座ないとさ、台座も自分も持っててもいらないであると思う、台座の、確かに台座 なしでもらってたなんだろうねそれね、透明の台座はね、まあ、ね、忘れてたんですよね、だから自分を置くか4人を置くか、日によって変えなきゃいけないっていう
なんだろうな、はい、確かに。いや本当来てくださった皆さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、来れなかった方はまたぜひやりますんで、はい、次回あったらね、はい、来てください。ぜひお待ちしております。はい、ということで、はい、ゴールデンウィーク改めてちょっとお便りもいっぱいもらったんで、はい、まあお便り読みながらみんなのゴールデンウィークの過ごし方も随時あったら入ってきてもらって、はい、はい、でじゃあ行きますか。はい、最初から行きますか。行きましょうか。はい、じゃあこちらの方、はいはい、コンタ、コンタコンタさん。はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークは家族で初めてキャンプに行きました。はい。半島城堂前からテントや焚き火台、椅子など少しずつキャンプ道具集めて満を持してのキャンプ。小4の一人娘も心待ちにしていました。ですが実際に行くと想像と違ったのか、娘はゲームできない、テレビない、など不満続出。飯盒で炊いたご飯は固いから食べない。挙句の果てには宿題の作文にキャンプは二度と行きたくないですと書いてしまいました。やはり小4の子供には少し早かったのでしょうか。皆さんは思ってたんと違う、空回りしたみたいなどの失敗ありますかと。これはでもそうなんだよね。意外と楽しいの最初で、夜とかになるとなんかね、ちょっと。いやでもこれはやっぱ大人になってからだよね。そうだよね。自然のこの風と外の匂いとかでさ、お酒うまいなとかなんの。家族グループで行かなきゃいけないんじゃないですか。家族グループで。ああ、確かにね。そしたら子供同士で、子供の友達もいてみたいな。そしたら楽しい。はあ、夜ちょっと探検みたいな。なんかやっぱ多少は死に近づかないと。おじさんが楽しんだからないの。死に近づいた人が、あ、なんかやっぱ仕事してる時と違って、デスの時。そう、デス。デスに近づいた人が、あ、なんか仕事してる時と違って、時間がゆっくり過ぎていいな、みたいな。まあまあまあ。やっぱあの感覚が多少味わえないと。そうか。まあ、子供はね、家でゆっくりしてんのが、そうだね。ゲームしてんのが楽しいから。まあそうですね。俺らもなんか、子供の時行ったことあって、うん、キャンプ。なんか親同士友達3組で、子供もなんかその子供たちがいたので行ったんだけど、なんか和也がなんか木持ってくの、焚き火みたいな、なんか長い木があったの、持ってくのをなんか手伝おうっつって持ってって、なんかこうあの振り回したせいでなんか女の子のここにバーンってぶつかっちゃって泣いちゃって、で焦った和也がえぇーってこのなんか木をぶん投げて、うちの親父の足の上に日本で怪我して怪我して、初日の夜に初日の夜にそれですげえ罪悪感に蝕まれて、次の日から俺拓也のふりした。いやいや、どこにもならんでしょ。拓也もいいんだよ。いやいや、でもそれなんかそうだね。そういうでもそういうのあるとなんか記憶がはっきり覚えてるんで、まあね、まあまあまあ、楽しい、なんか、うん、苦い記憶は嫌だな。キャンプそうね、何々さん家が行くから ついて行っておいでがいいもんな、やっぱり子供に。俺は行かないけれど。あ、なるほど、行っておいで、はい、行っておいで。だって淡路なんて家族で今度行こうよって、友達家族とってなったら、あの準備とかを積極的にやんなきゃ。あ、しんどい。そうだな、最悪やな。そうだよ、場所の、うん、ですよ。だってなこの前そのゴールデンウィークに川口に営業行った時も、なんかファンの方なというか、その地域で見てくれてる方が、うん、お父さんが整理券取るために朝7時に並んでくれましたとか、うんうんうん、それがお父さんかと。お父さんってそうなのか、はい、いやそうだね、無理だね。淡路は多分キャンプ行っても他のお父さんがやってる中、テントの中でこう寝転がって、あ、バスケだ、バスケの。あー、見るなよ、もう見るな。いけ、おお、おお。それ子供たちみんなプレイオフだから一緒に見ようって言って子供の面倒は僕は見てる。いやいやいや、NBA の。いや、ゲームしたいんだから。そうだよ、火起こせ、火。最悪の、もう二度と行きたくないです。二度と行きたくない。キャンプはハードル高いな。高いね。でもまだ、まだ3、4年したら空回りなんかある。空回りか。したでも普通に、まあ、キャンプもそうですけど、うん、なんかバーベキューとかもうすげえ行く前はワクワクするけど、行ってみたらあれなんかあんま酒も冷たくなくて美味しくないし、なんか肉とかも普通にそんなうまくねえなってなっちゃいますよね。まあ、キャンプバーベキューとかで食べた肉の味は全思い出全味同じ一緒。
全部同じ一緒の肉だ。確かに焼肉のタレの、そうだよね、確かにね、ぬるいし飲み物もぬるいし、うん、調子に乗ってなんかビールで焼きそばほぐすみたいな、あ、ね、ちょっとビールの味残っててすげえ美味しくない時あるもん、ね、あと絶対タレの紙皿飛んでくし、飛んでくそうだね、そうね、風重要だよね、風も火も弱いし、そうね、空回りで言ったらこれ本当あるあるだと思うんですけど、なんか休みの日に飯、うん、うまいもん食いたいからって言って、うん、なんか YouTube とかなんかいろいろ調べるじゃないですか、うん、でやっぱ行きたくなるのがなんか そこにしかないお店、はいはいはい、なんか地方も、ね、地方でも何でも絶対定休日じゃないですか。あ、めっちゃある俺も。これめっちゃくちゃありますね。確かに行ったら泊まったもん、うん、はい。なんかやっぱそのチェーン店じゃないから結構休み多くて、ね、で乗ってないんすよ。はいはいはい。乗ってない。Google とかには営業時間とか。行ってみると、はい。しかも多分土日とかじゃないからでしょ。そうですそうです。そう、平日とかに行くと平日休んでたりするところが多いです。で平日しかやってないみたいな店もあったりするんですよ。なるほどね。その趣味程度にやってるお店だ。これ東京来る時とか本当気をつけてほしい。結構あるな、確かにありますね。有名店とか、ね、めっちゃやってるとね、食べログとかで、あ、そうだね、教えてくれる時もたまにあるけど、ね、あの、うん、人の意見でね、レビューで、確かにあの地元のなんかうまい定食屋とかやってないことある。いや、あります、これは本当に、うん、楽しみにしたのは一回空回りなんで、そうね、確かにね、うん、次行ってみます。はいはい、はい、行きましょうか、はい、じゃあ僕1個いいですか。はい、はいはい、これねすごい僕ね、あ、すごいと思ったのが、拓也さん、和也さん、大島さん、淡路さん、こんにちは。こんにちは。いつも癒しをありがとうございます。ありがとうございます。ゴールデンウィーク自分は仕事でした。本屋に勤務しており、なおかつコミックを担当しておりまして、あまり知られておりませんが、ソシャゲとコラボしたコミックは数日後めちゃくちゃ売れます。そうなんだ。モンストですと今は進撃の巨人コラボ中ですが、また売れ出しました。すごいね。その前もテンスラもそうですし、窓マギも完結しているのにもかかわらず売れていきます。モンスト以外のソシャゲもそうですが、やはりコラボされるとコミックの動きもあって、今はこのソシャゲとコラボしてるから売れてるのかと楽しいです。楽しいね。ゴールデンウィークは忙しいですが、別の意味で楽しくもあります。立ち上がこれからも応援してます。ぜひまたオフラインしてください。でもそうだよね、絶対そういうもんなんだね。だって配信者でもほらなんか、まあ、シロさん、シロさん全巻買って今読んで、ね、読んでるとかさ、分かりやすく売れるんだ ね、うん、確かに。だってあのさ、ネットリックスとかでもさ上位に入ってきたりするもんね。確かにそうですね、アニメとかは確かに、ね、コラボしたから、ね、それやっぱじゃあ意味あるの、コラボね、しようってなんのか、コラボ先もね、いろんな影響が出てるんだ、ね、そうだね。そういうの続けていくと人気アニメになったりもするんだ、うん、見るしな俺らも。あ、ね、どんなんだったっけって。見ます見ます、うん、そうだね、うん、そうだね。すげえやっぱちゃんと影響いいな。確かにコミック担当いいっす ね、うん、コミック担当いいね。なんとあれ包んでみたいな、あ、透明のやつ。わあ、できるよね。何、透明のやつ。あ、ビニール、ビニール、ビニールか。あれ、ビニールってあれ、お店で包むのか。そうだよね。ビニールでやってるの見たことありますけど。そうだよね。お店だよ、絶対。そうなんだ。どこやってみたい。絶対できないわ。なんか不器用だ。いや、いけるでしょ。あれ、ブックカバーとかけれないよ、絶対。いけ、いやいや、不器用にやってきたじゃないですか、今まで。いや、でも見たことないな。ブックカバー超綺麗にかけてくれる人、かっこいいよね。かっこいいです。早く、手早くね。しかも、ちょっと、なんか、ね、サイズが、普段のサイズじゃないやつなのにね、うん、そうそうそう、そう、なんか折り目つけてこうやってくれる人ね、はいはい、かっこいいですか、ね、かっこいい。文庫とかはね、もうそのサイズであるもん、ね、そう、簡単なありますね、うん、いい。すげえコミックだ。でもこの方はやっぱ仕事、いや、でもそうだよね。まあ僕らも実はあの仕事で、ちょうど仕事実験番組で4日間軟禁されてます。はい、僕らゴールデンウィーク中、わー、ずっとちっちゃい窓から外見て、え、軟禁じゃないですか。今晴れてんだ。自由地上とかそういうところで、あれ鳥じゃない？そんな鳥だ、鳥、そんな牢屋みたいなところで、うわ、そんなすか、鳥しかない。うわ、娯楽が鳥しかない。そんなことあります？そんなことない。でもずっとそう、あの朝昼晩ご飯食べなきゃいけないから、ね、ずっといた。そうね。ゴールデンウィーク中、はい、でも車が空いててよかった。確かに、うん、電車も空いてましたしね、うん、やっぱゴールデンウィーク。そうそうそう、ゴールデンウィークそうか。何やってたゴールデンウィーク。何やってたかな。でも僕一日そのあれしました。家で串カツ。
うわあ、そうなんだ。まあ、平野とか別に言うので。なんか結婚してるらしいですよ。それさ、発表もさ、なんかすごい変な感じだったね、その。いや、発表、いや、そもそも。びっくりしましたよ。びっくりしましたよじゃねえじゃん、お前は。知ってたじゃん。いやいや言ってたんですよ3人とか、ね、近しい人たちにもちろん。でもまあ別にその発表するほどのね、別に一般人同士だからいいやと思ってそのしてなかったんですけど、まあ別に今後、まあ、出る可能性もあるじゃないですか。だから隠しずっと隠してるのも気持ち悪いなってなってきて、うん、まあまあいいや、確かに、まあ、なって、まあ、さらっとまあ言ったんですよ。なんかそっちで処理してんでしょ、そっちで処理してくれないか、次の日の生放送中にそれだけ、たまたまそうなん、それがすげえ、あんけね、クライアントの方も来てたのに、その時僕顔真っ青うわ邪魔な情報だみたいな情報ばっかり、なんて時に行きたいのに、先行きたいのにそれをいっぱい来ちゃって、それだけもう、うん、すげえ変な汗をかいてうわ、なんか見てるのになと思ってそこは面白いな、いつ言ってもよかったのに、いつ言ってもそう、なんかでもいつ言ってもよかったのになんか違うタイミングで言った気がそうですね、まあまあまあそれは、はい、フラッパーみたいなとこで言う、あでもそれも違うか、なんか、いやなんか、まあ、なんかそういうのしたくなかったしたくないんですよ別に。でもほらあの最近さあのユミちゃん、うんうん、とか仲いいじゃん、はいはいはい、だから多分狙ってると思われたくない、なかったのかも。いやそれはそれは見えます、僕が狙ってるようにそれだとしたら俺さ、いやそれはないですけどいやまあまあ確か場所なんかずっと変な感じになっちゃいましたね。やっぱするもんなのかな、だからした時に分かんないですけど、あなんか分かんないけどさ、4年5年ぐらい前ですよね、もう結婚。そんな前じゃねえわそんな淡路よりちょっと早いぐらいだ、ね、だいぶ前の、そう淡路より前なんだよ、ちょっとそうなんですよね、あとタイミング良かったのに。そうだから淡路のさご祝儀チャレンジみたいしてた時、俺もずっと難しい顔してたよ、多分見返したら触れないそうだよ、ご祝儀チャレンジのタイミングなくしたじゃん。そうそうそう、まあでも裏で上げたからね。そう、立つに出会えない、僕もあげました、はい、いただいたんで全然いいんです、うん、確かにね、はい、僕、あのうち祝いどうします、うち祝い、うち祝い、ああ、お返しのご祝儀の、はいはいはい、いや、なんかふわふわのタオルもいらないかなと思って、みんなでご飯とかってどうですか、うち。そう、だからそれで僕らに早くしてくれよ。いやいや、それはもう3、4ヶ月前にそう言われて、はい、あそれでいいよって言ってる、言ってる、言ってる、早くしてそれでいいよって言ってる、そのさ、その聞けば延長できると思うのよ、早くやりましょうよ、うち早くしていいですかってさ、だから待ってんのよ、それ、こっちだってだから早く店とか決めてね、なんで俺が店決めんだよ、なんでだよ、決めろや、お前がスケジュール聞いてこいや。確かに、だからちょうどいい立ち役終わりがいいですよね、スタッフさんも行けてみたいな。じゃあスタッフさんも行けてね、そうですよ、じゃあ早めに決めた方がいいよ、京丹カレー宇宙祝いスペシャルでいい、いやそれいいんですか、京丹カレーを食べるってこと、京丹カレーで、ああ全然僕やります、僕もそれがいいです。でもそれなんか複雑、いやそうです、複雑じゃん、確かにそれお前の俺がやってるみたいになるし、払わないですよで払わないとしたら大島が損するし、はいはい、払うとしたらなんか大島が得する、はいはい、確かに得る、早く店予約しろ、お前はもういい、だからお酒をいっぱい飲む方がいいのか、でも飲まないと飯でいいよ飯、うん、あそうか、うん、焼肉か、ステーキかうなぎ、いやステーキで言ってたじゃん、ね、ステーキ言ってましたよね、でもステーキでそのなんていうんですかそんなちょっとしか食べれないじゃないですか、みんなどういうこと、いやいやステーキ肉で食える、いやまあでも腹減らしていくよ、いやなんかせっかくやるならまあまあ食って、いい値段だなで終わりたいじゃないですか、250、あじゃああれにしてよ、何ですか、鉄板焼き、あいいですね、ああいい鉄板焼き目の前で、そういうのは結構いいお値段しますよね、うん、すると思う、でもあれだよ、あのモンストとかやってるよいやいや目の前で焼いてくれと思う、殻の卵とかをこのヘラとかでこうペッて割って文字とか書いてくれるんですよ、それこうやっていや見ないといや見てください、鉄板を見ないと楽しくないな焼き加減どうしますか、はい大丈夫です、大丈夫っすなんすか大丈夫です焼肉か焼肉でもいいけど、ね、焼肉でもいいよ、焼肉か、うん、任せろ、はい、はい、一番早くしたいです、一番早くしたいです、はい、
じゃあ次行きますか。はい、はい、で僕あこれにしようかな。ある、はい、キクコさんですね、はい、こんにちは。立ち上がイベント外出許可お疲れ様でした。お疲れ様でした。参戦させていただき、おありがとうございます。ありがとうございました。ゴールデンウィークですが30代になったということで初めて一人でバスツアーに参加することにしました。バスは2台でどちらも満員御礼、隣には奇数グループの人が、座りました。一人でしょ。はい、一人、一人です。すごくない。富士ポン、なんて言うんだろう、ポンスコ、あ、元スコね、元スコの芝桜祭りや海鮮浜焼き、いちごの食べ放題と盛りだくさんのツアーだったのですが、ちょっと残念だったなというところもありました、はい。昼食の浜焼きなのですが、午前中中央道が大渋滞で14時のお昼、みんなお腹が空いてるから浜焼きのバイキングは大戦争。まあ、5人客2人客に挟まれて、しかも微妙な座席と期待していたお昼だけあってテンションダウン。それを職場の人に話すと、上司から旅行と結婚式は食事が全てと言われて、人生一響いた言葉でした。昼食映画は全て大満足だったので、今度は大型連休じゃなく平日のバスツアーに参加して少しゆっくり楽しめたらなと思いました。あ、確かにバスツアーも読めないことあんのか。そう言われると時間ね、僕もでも行ったことあるんですよ、バスツアー。バスツアー、そう、はい、1人じゃないでしょ。はい、2人で行って、うん、栃木に行ったんですよ、うん、で、いちご狩りと、うん、なんか餃子、餃子、ね、の食べれる昼食付きみたいな、はい、で行ったんですけど、僕が思ったの違うなと思ったのが、その昼食、はい、その有名ってその現地でいろんなところの、例えばここ何個か行けますよみたいな、うん、でその券がついてるみたいなかと思ったら、なんかすげえお寺みたいなとこ、うん、なんかすげえ大きい、ま、広間があるお寺みたいなとこ行って、なんかその一人一人前のこの餃子定食みたいなこう全員に出されて、40人ぐらい、うん、で1人1個で隣知らない人みたいな、うん、でほんと餃子6個とご飯となんかスープとなんかちょっと小鉢みたいな、これじゃないんだけど、なんか焼きたてのお店で食べるみたいな。そう確かに名店で食いたいですよね。そう、宇都宮餃子食えると思ったら、うん、そう、宇都宮の餃子ではあるんでしょうけど、どっかのお弁当みたいなやつ、なんか宇都宮で餃子だそうなんです、宇都宮で餃子だね。そういうの書いといてよと思った。あ、なるほど、はい、いやそう、そういうことになるんだろうな。なんかなるんだと思いますよ、俺らに聞いてもらえればいくらでも教えたもんね。そう、バスツアー、バスツアーの難しさそこだよな。バイキングとかも、バイキングとかもね、うん、プチぐらいだったらレンタカーで行った方がね。いや確かに、なんかそれ締めるかもね。よかったなと思いましたけど。でもそのキクコさんだよ。キクコさん、キクコさんはもうその、うん、あの2人客と5人客に挟まれて網焼きしたのをもっと掘り下げて、もうエピソードとしてそれしかないよね。でももうね、これはもういいエピソードを入れたと思います。すごいエピソードですけどね、1人で参加しようって、人の飲み会で喋ってるの最悪だねってなるから盛り上がるよそれ。なんで行ったんですか。確かに確かにな、きついなそれな。それはいいと思う、勇気いるようなバスツアー、うん、その苦い思い出を話せばいい。1人足りかな。ツアーみたいな俺らある海外。ああ、カルカソンヌ。海外ってツアーで行ったんだっけ。なんかその、いや、ツアーではみたいのはないか、うん、ないないないか。ツアーってでもやっぱ一丁一短ありそうっすよね、やっぱそういう。そうね、そうね、ここ自由で行きたいんだけどみたいなとこもね、融通きかないとこもあるでしょうし、うん、確かにね。その代わり安かったりするんでしょうしね、まあ、うん、そうだね。もうこれはもう本当にバカみたいな話だけど、アメリカに行った時、ニューヨークに2人だけで行った時に、うん、はい、もうさすがに分かんないと何すればいいか、はい、でしかも治安が悪い場所もあるっていう前情報で、うん、でも、ね、行く前にニューヨークスタジアムとかヤンキースタジアムとかは特にちょっと地下鉄とか乗り継いでニューヨークのマンハッタンの外に出るからちょっと大変だみたいな話とかあって、これはもうしょうがないと、二人でちょっとここはもうバカみたいな贅沢な買い物だけど、ガイドさんを頼む。なるほど。二人で車付き一日で運転手さんとガイドさん。それでいくらぐらい？10万。10!1 日10万。すごい。大体。だけど二人で、もう最高だったね、でも。マジで最高。もう本当にこれはいい買い物し、安いと思った。まず朝、迎えに来てくれて早朝に、で日本人でどっちも、そう、どっちも日本人で、あ、そうなんすか。で英語ペラペラの女性のガイドさんで、なんか朝ごはんとか食べました。食べてないです。あ、じゃあなんか美味しい朝食マフィンとか焼いてくれるお店とか行きますか。地元の人しか行かない、うわー、いやー、いいですね。
そこ行って、行ってなんかその全部食べたいのとかありますって、あこれですかね、でこれじゃあ焼いた方が美味しいんでとか全部英語で説明してくれて、すげえ、でコーヒーとかも買ってくれて、コーヒーとか飲みながら、うわ最高、窓からこうニューヨーク見ながら、うん、メトロポリタン美術館からね、あ聞いたことある、なんかでどの絵がいいとか、このこれ一番高い絵ですとか、ゴッホ見に行きましょうかとか、全部案内してで、どんなとこ行きたいですかって言われて、もう本当にわがままだよね、本当に、うん、なんかあのおもちゃ屋さん行きたいですみたいな、そう行ったらなんか、あ一番大きいとこあるんで、全部もう知り尽くして、ホームアローンであの舞台になったおもちゃ屋さん、うわ最高、紹介してもう最高で、確かに、でね、ヤンキースタジアムも行って、で夜なんかご飯とか決まってるんですか、あ夜ご飯決まってないんですっつって、あじゃあなんか私なんか美味しいお店とか予約しますよ、マジですか、そんな全部やってる、友達みたいな、そう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 、で、あのニューヨークのウルフギャング予約してくれて、なんかもう全部なんか、なんかそれはそれで良かったな、そうですね、良かった、無敵だった、なんか向こうで車で全部案内してくれる、確かに、本当は多分ツアーとかガイドしてくれる人なんだけど、はいはいはい、まあ、タチさんも2人でよく旅行行くでしょう、うんうん、でまあ、大島さんも夫婦で出かけると思うんですけど、うんうん、そのどこに行って何するかとかってどうやって決めるんですか、うん、まあ俺らはもう1個でっかい目的地があって、その周辺で調べるとか、その行く前にその何時にこれ乗ってとか、ここ行くなら飯これとかはどう、あ何時とかまでは決めないかな飛行機とか決まってるけど何時の電車乗ってとか決めない。これはね、すごい大島さんは分からないかもしれないですけど、うん、まあ、家族そして、まあ、うん、夫婦でも何でもそうですけど、どこにも別に行きたくないが、このお父さんの意見、まず大前提にそれがある上で、はいはいはい、でも家族が楽しいであろうところに行こうまでは考えれるけれども、そっからそのもう何て言うんですか、別にどれでもいいし何食ってもいいとかってなると逆に決めるののむずさ。いやそれはそうだよね。その奥さんの行きたいとこもう特にそんななんか言わないんで。あなるほど。それは困るね。でも でもなんかあれはあれはやのサービスエリアとかで食べる。サービスエリアとかで食べるいいですね。って言ってくれたらいいんですよ。あ、じゃあいいじゃん。うん、でもそれないのむずくない？行きたいとこ両方ないわ。そっからゼロからきついって。そうだね、きついね。どっか行きたいとかまず1個はないと。そこありゃさ、 その周辺で美味しいとこ探せるし、時間も組み立てれんじゃん。動物園とか目的が1個あるから。何か1個ないと無理だよ、そりゃ。動物園とか、うん、そう考えたら情報番組とか YouTube とかいいんだね。めちゃくちゃいいですね。きっかけのあれだったら、まあ、本当にそうでしょ。あ、ここのいいなとかめっちゃ見ますもん。飯屋とか。そういうのないと俺らも分かんないもん。分かんない。これからだから男の子いるからレゴランドとかバンバンミュージアムとかそういうとこになってくんじゃないの。マザー牧場。ああ。マザー牧場。あ、ダメだもう。こいつはもうダメだ。いや、やっぱマザー牧場でなんか羊とか見せてあげるとかで、そうそうそう、確かに牛の乳搾りとかでソフトクリームとか。羊を見せたらいいんですか、子供に。羊、いや動物は見たいだろう。で多少なんかほら動物とかのこのなんつうの、動物園とか連れてくと菌に強くなるみたいな、うん、それはあるよね。ちょっとした、うん、いやだからなんか今も夕方ちょっといい夕日だなと思ったら公園行ったりしてるんですよ。じゃあたまたま鯉のぼり近くの小学生が吊るしてるとか、うんうん、そんな感動はあるんですけれどもでもそれはまああくまでも義務としてまだやってる部分があるんで。義務としてでもまだ行きたいって言い出すでしょ、もうちょいしたら。どっか動物園、好きなものとか決まってくんじゃん。でも本当に3歳ぐらいになればね、2歳ぐらいになったらもっと活発的になるから、もっと連れていかなきゃいけない、うん、うちの甥っ子は今4歳だけど、もう3歳、はい、2歳後半3歳ぐらいからもう妖怪が好きすぎて、へえ、妖怪がだから鬼太郎とかがハマっちゃって、うん、だそしたらもうなんか休みは鬼太郎のなんか、ね、島根県でしたっけ、いや鳥取、ね、鳥取東京にもあんのよ、なんか神社に鬼太郎茶屋みたいな、あります、ね、あそことか行ったりしてたよ、うん、そうだね、なんかそういうのはいいよ、そういうの子供きっかけになれば楽になる、うん、したらプラレールとか好きにハマるかもしれない。あプラレール乗り物好きとかになんか大変そうね、ディズニー行きたいとかなって、休みの日のディズニー休みの日はそれは平日休みの強みに生かすから、そうですね、ゴールデンウィークに電車乗ったけど衝撃やったもんな、混んでて、
その吉祥寺の方に行ったんですよ、うん、それも混んでて、うん、その東京とか新宿とか都心に向かう離れる方逆だから空いてるかなと思った、まあ、いやいや都心のが空いてるよ逆にそうなんですね、うん、あそうかそうか新宿ガラガラとか、うん、あそうか、うん、新宿の方が空いてるんですね逆に、うん、と思うけどそうだ、ね、やっぱあのね歌舞伎町とかあっちの方はね、うん、デパートとか高速ガラガラだったね、うん、ちょっと僕一件、はい、いいですか、はいはいミスターポストマンさん、はい、高谷さん、和也さん、大島さん、阿波さん、こんにちは。外出許可参加させてもらいました。とても楽しかったです、はい。次のオフラインイベントも楽しみにしてます。私のゴールデンウィークは暦通り休みでドライブがてらアウトレット行ったりラーメン屋巡ったり、うん、いい車を車検に出したりとのんびり過ごしました。そういうのあるといい。そんな中、ツイッターで和也さんが勧めていて気になった。サンクチュアリ見てみました。面白い。これがもう面白かったです。魅力をうまく伝えられないので、はいここはタチさんお二人にお願いしますが あっという間に全部見終わってしまいました見てないです、はい、もタチさんがツイッターで言ってたから見ようかなあのまだ見えるタチさんのやつそうそうそう見たい PS 大島さんご結婚おめでとうございますあこれ見てない見てない見てないですいやもうとんでもない、ね、とんでもなく面白い見てあれですか千代大会の話違う違う違うオリジナルオリジナルあのもうヤンキーが、まあね、北九州のヤンキー家族も家庭環境もあんま良くないからちょっと触れちゃった体がでかい、うん、でも体がでかくて柔道やってたからもう自分の中でも無敵なわけあ、練習なんかせんでも横綱なれるやろ、うん、気合で勝てるやろもう全然通用しない相撲の凄さであとこの生意気なやつがやっぱいじめられる感じこのあ、うん、相撲の世界そうそうそうでそんな中でもくじけずにやっていく中でこの逆境を跳ね返していくあこのだからもうか、ね、スラムダンクみたいなもんですよあでもそう本当にそうそうそうでもね何がいいって相撲のちょっと嫌なところみたいのもちゃんと描いてる描いてるわけなんか、まあ、先輩が怖いとか閉鎖的な部分そうそうそうでもなんかそれがね妙にリアルでそうなんか、ね、ずっと見れちゃうね相撲の相撲界隈のなんか分からなかったことが全部分かるあ、そうだね、そうなんですかこんぐらい自由に動ける時間あんだとか、まあ、こんぐらいやっぱ厳しいんだとかすげえ面白い見よ靴なしおりがすごいドラマですか8話ぐらいのでしたそう8話ぐらいで見やす、うん、完結ですか、 かんあ、それはまあ言わないけど まず周りあの相撲をやってる人たちがみんなそこまで知られてない人たちばっかなわけ。あ、そうそうそう。だからもうなんか感情移入できるし、その本当に相撲取りがやってるみたいな感じ。そうそうそう。周りはもう有名な人たちで固めてんだけど、なるほど相撲取りメンバーは本当に素人かも。素人まではいかないですけど、相撲俳優とか、うん、そうそうそうラグビー俳優とか、なるほど。固めてて。松尾がそう言ってたって言ったの、それかな。あ、でも太田プロの芸人一人入ってるからそれかも最終まで行ったって言ってたの松尾が可能性あるにいるあ松尾魂っていう行きそう向こうですもんね向こうあの九州の方じゃないですかあ、それは主人公関係ないもう相撲部屋の多分人だとしてあ、なるほどいやこれが面白いね震え魂震える、ね、震える見よう見よう見ます、うん、それはでちょっとねついでにね本当に進めたいのがこれちょっとね見るの大変なんだけど NHK オンデマンドもしくは U-NEXT で販売で買えるやつなんだけど、はいはい、チューシングララプソディっていう中村中蔵っていう江戸時代にいた歌舞伎役者のドラマなんだけど、はい、NHK でやった、はいはいとんでもなく面白くてこれが本当にこのサンクチュアリと並ぶかちょい上ぐらい面白いの心つかまれる本当にこれあの歌舞伎の話だから難しいとか一切ないねそうあの分かりやすいし映画ですかいやドラマなんだけどこれも中村勘九郎さん、うん、勘太郎さん元勘太郎さん、ね、元勘太郎さんが、うん、あの要はだから同じ中村の先祖みたいな人をやって演じてるの志の輔さんと兄弟も出てて、はいうん、でまあ出演者も豪華 で、はいはい、でこれもまあいじめられた実際の話なんですけど実際にあるあった話なんだけどいじめられた人が逆境を跳ね返して血がないのその中村中蔵っていうのはあの自分は本家の血そう本家の血じゃなくてそうあの預けられた子みたいなそれで
あの上まで行けないんだよね。そう、上まで行けないんだけど基本的に、はいはいはい、それをアイデアとかで上まで行った人で、はい、意地悪な役とか渡されるんだけどそれ違うのよ。へー。そう、弁当幕って言ってなんかそう弁当休憩しちゃうシーン、みんな幕の内弁当を食べるその中だるみするシーンがあるの、はい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 、そこを超満員にしたっていう男なの、はいはい、そこを見たくて通う人たち、そういう話でね、これを見た後に神田伯山さんが YouTube でやってるその講談でやってるその中村中蔵が、はいはい、それを見るととんでもない、もう最後涙が出てくる、もうすごすぎて、すごい同じ話を今度講談でやってるだけなんだけど、そうこれすごいミスターポストマンさん、サンクチュアリの後は中村中蔵、中心グララプソディ、これは見てほしい本当に、それ見よう、はい、いいですね、ですね、はい、さあ続いてありますか、あ、これ聞きたいかな、はい、拓也さん、和也さん、大島さん、青葉ちゃん、こんにちは、こんにちは、いつも楽しく立ち上がり見ています、はい、今年のゴールデンウィークは河川敷の公園に友達家族とバーベキューしに行きました。いい、ね、お互い小さい子連れだったのでお世話しつつ準備をしたんですが、いつの間にか近くにいた別の家族の年上3兄弟が一緒に遊んでくれてました。とても面倒見のいい子供たちで、帰り際には絶対また遊ぼうねと言ってくれました、うん、ほっこり BBQ になりました、うん、立ち会いかの皆さん、出先で知らない人との出会いでほっこりしたことありますか？知らない人とか、なんかある？知らない人とほっこりした話。でも淡路ありそうな、あ、僕でもまだバイトしてる頃に、うん、大阪実家に帰ろうと思って新幹線自由席で、うん、まあ、混んでるじゃないですか、うんうんうん、じゃあ隣の女の人が座ってて、うん、ずっとパソコンで何か見てたんですよ、うんうん、でも見たことないダンスがずっと流れてて、でこれ何なんですよ、だから10年ぐらい前ですね、うん、何なんですかって聞いたの、聞いたの、はい、すげーなそうなんです、盗み見してて、はい、気になりすぎて、うん、あ、これ私やってるようなコンテンポラリーダンスなんですよ。あ、コンテンポラリー、コンテンポラリー、今はよく聞くけどその頃知らなくて、要は創作ダンス、まあまあ、そう、バレエ、まあ、元になってるやつなんですけど、みたいな。すごいですね、みたいな。え、今度やるんで見に来てくださいよ、みたいな。言ったんですよ。で、まあ見て、その映像であったような。え、見に行った、見に行ったんですよ。すごいね。で、なんか、ギター飽き、あの、アコギギター一本で、バラバン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 だけみたいなんで、行われてて、ラスト30分、上からなんかこう1本こう2本紐とバーが降りてきて、うん、おそらくその意味わからなかった主人公みたいな人がそこに乗って、うん、って回るんですよ、うん、それその30本あったんで途中花びらとかファーとかえっ何かガーッと思ってで暗転して気づいたら出演者がみんな並んでて、ありがとうございましたってどうでしたって言われたんですけど、なんと言えなかったですねよかったですとは返したんですけど、難しいな、難しかった、もう見方わからないな、見方もわからない、それ何を感じたらいいの、この人がずっと回ってるところっていうあのなんかダンス特有の、はい、みたいなのないんだ、そういうのがないです、テンポラリーもうシーンとしてん、はいはい、音楽の音だけってこと、音楽の音と、すごいな、終わった後にみたいのないの盛り上がってねえじゃん、噛み締める何かをメッセージを受け取った人たちがこうパチパチパチすげえなーなるほどね、よく行くの、行ったのがすごいな、うん、気になってそう、コンテンポラリーダンス、テンポラリー、なんか俺はその飛行機でどこだっけな、多分インドネシアかタイからの帰りに日本に帰ってくる時で、要はインドネシアかな、インドネシアのジャカルタだっけ、うん、ジャカルタから帰ってくる時に、そのジャカル、インドネシアの方みたいのが、うん、僕窓際でその2人隣にいて、でなんか出
発前ぐらいからなんかね、こう窓際をすごい窓をこう見てたから、ね、まだ出発ギリギリ前だったから変わってあげて、うん、そう場所変わってすごい感謝されて、センキューみたいな、あいいですいいですもう、ね、寝てるだけなんで、日本も帰るだけだから別に新鮮じゃないし、で、あの喜んでくれて、もう日本着く寸前とかもう来なわけ、日本が見えてる、うん、でそれは良かったんだけど、ね、なんか勝手にそのなんか初めての旅行だなってちょっとなんかこう、まあまあ、勝手に思って、まあまあまあ、こうなんか前目の前のさ映像あるじゃん、はい、映像で俺映画見てたんだけど隣のなんか、うん、そのおじさんがずっとこうやって、うん、こうやって何も映ってないから、あなんか分かんないんだろうなと思って、あつけ方が、うん、でこうやってやってあげてた、うん、やってあげたらなんかあのただただ横の人から見えない状態になって、なるほどね。あ、なるほど。チャンネルあのさいじってるだけだね、俺が。うん、オッケー。で消して。うん、うん、あ、みたいな。あの、すげえ嫌がらせしてきた急に。つけては俺が消して。急に最悪。いや、じゃあここいじっちゃうの消えちゃうからと思って、俺がまた押すと消し消えてたの。いや、なんか、席譲るまでは良かったのに、すげえ申し訳ない。急に余計なお世話で、勝手に。慣れてないと思ってるから、先入観。すげえ申し訳ない。いい出会いだ。いい出会い、いい出会いだ。そんな、そう、いいね。旅行とかね、そういう、いいですよね、そういうね。楽しい。旅行、いいですね。あとじゃあ、うん、これ、あ、いい、いい、はい、これ最悪なのありますよ、はい、ピエン侍さん、ピエン侍、ゴールデンウィーク前日に車上荒らしにあって全財産椅子に入れてた私は全て失いました。え、椅子に入れてたってどうやな。財布は残ってたんですが現金だけ取られてたのでゴールデンウィークは家でひたすらゴロゴロするだけでした、うん、多分誰よりも最悪なゴールデンウィークだったと思います。皆さん何か被害に遭ったことはありますか。全財産を椅子に入れてた。椅子にってどういうことですか。これ車にあるんですか。そういうちょっと バカッと開けたらそこに入れれるように。なバイクとかあるじゃないですか。いや後ろはあるけど椅子もでもなんかあれなんじゃない。ここかな、ここか、ここかっぽいですね。助手席の前肘掛けのとことか隠すとかあんのかな。なんか隠してたのかな。隠してたのかもしれないですね。でもね、全財産入れちゃった。全財産入れちゃった。なんであるんや。車上荒らしはあるね。タシさんもあるんですか。いや俺はないけど、なんかすげえ若手の養成所の頃は、はい、友達の車とか朝起きたらガラス割られてて、うわあったよ杉並区で。東京でも全然、うん、でも多少多分なんだろうね、新しい車とかってそんなガラスとかも一発で割れなかったりするから狙われないのかな。そうかもね、古い車だと。 あれ最近買ってつけてるけどめっちゃいいよ、エアタグ。あれいいね。あれいいんですか。めちゃくちゃいい。あのアップルのやつですか。そう、あのまあこんぐらいのやつだけど、財布とかに入れたりとか。あの俺は財布と普通に売ってるあのアマゾンとかね。ありますね。そうね、財布とあの車の鍵とかに入れてんだけど、あやべ財布があれないってなった時にやっぱ一瞬で、あ家かって分かるだけですげえ楽なの。そんなあります。あるある。なくしてたらどうしよう。いやあの楽屋とかで、あれ財布ない、あれあれどこだっけな、あれ置いてき衣装だっけなとかなってる時にもう見れば、ああそっか家にあるのか、一発で探すって。そう、あと現場離れてから財布ないってなった時、やべ忘れたかもってなった時に、あ忘れてるか家に忘れてるか、うん、今持ってるか、うん、かもうね自分と同じところになってきて、ああ持ってんのか、じゃあどっかに。まあまあなるほど。で それだけでもめっちゃ楽。確かにエアタグいいっすね。エアタグめっちゃいい。で3つセットとかで売ってるんだっけ。まあまあアマゾンで4つで、でも高いよ、3つで1万ぐらいするけど。あまあまあ、でもまあこれはあった方がいいな。だってエアタグで、まあね、ほら車上荒らしカバンっていうのがあったから、ね、車上荒らしされてカバン盗まれて、でエアタグが反応してそれが川崎のなんかとある病院でなってたから、そこに警察に連絡して行ったら犯人がいて戻ってきたみたいなニュースを見て、あめっちゃいいと思って。確かに、いいめっちゃいい。それこそだから子供いるから、なんか子供のもの、あなんかなるほど、まあもうちょっと大きくなって忘れちゃいそうなものとか、はいはいはい、あそういうのあるんです。で、うん、ちっちゃいんですか。こんぐらい、ほんとコインサイズ、まあちょっと厚みがあるね、でも、うん、こんぐらいあるから
財布とかに入れるとちょっと膨らむけど、はいはいはい、バッグの中にキーホルダー専用のキーホルダーとか別売りのつけば、はいはい、鍵とかにもつけられる。なるほど。差し入れとか気をつけなきゃいけないってやつですよね。そのあ入ってる可能性が、そうそう、怖っ。ああそういうのありそう。でも、まあ、本当だもん。全然あるでしょ。いやエアタグ殺人事件みたいなのありましたもん。そうだよね、はい、ぬいぐるみとかわかんないね、開けないと。実際そんなさ、開けるまでいかないもんね。気をつけないとね。なんか例えばわかんないけど、ゲームソフトとかわかんないけど、そのなんか、あ、これもらっ、これ欲しいっていうのにさ、うん、入ってもわかんない時あるんだよね。まあ、あるかもしれないですね。わかんないね。まあ確かに、それはちょっとそうだね、うん、気をつけないと。自分で使うもの、うん、盗まれたことあるかな。なんかある。ない。タクヤはあるか。俺はグローブ。グローブ。グローブ。グローブね。まあ、なんかカードとかね、遊戯王カードとか多分ありましたね。なんかいやだね。はい、そういうのはあったと思います。子供の頃しかないかな、でも。携帯とかも盗まれないもんね。携帯も今、ね、うん、そんなに本当、なんか、知ってる人じゃないと盗む必要ないもんね。ね、もう意外とそういうのはちゃんとしっかり肌身離さそうに、ね、持つタイプだから、うん、ないかもしれない、うん、楽屋泥棒とかよく聞きますけどね、芸人とかだったら、あ、そうなんかないちょいちょい楽屋、そうだね、 あると思いますね、噂立ってた芸人とかね、事務所とかで、ね、ある事務所ではない、事務所ライブ、事務所ライブ ありましたよ、なんか誰かが亡くなったみたいな、1回、マジで、まあそのまあ、外からも入ってこれちゃうから、まあ、事務所内のやつに決めつけるのはあれかみたいになりましたけど、いやだな、でもそんなんね、ありますよね。そうか、なるほどね、気をつけないとですね、出かけるときとかね、うん、うん、はい、じゃあちょっと続いて、はい、いいですかね、はい、青、いいですか、僕、はい、はい、お願いします。これケイちゃんさん、皆さん、おはこんばんにちは。はい、こんにちは。天魔の2がモンストですね。天魔の2が今まで普通に勝てていたのに、今回とても苦労しました。皆さんの2のパーティーは何ですか、ね、またこういったことありますか。俺すげえあんのよ。2だけは壊れてないって言いますよね。そうだよね、誰も適正増えてないですもん、魔法ロバ以来。そうで、鎌足り以上は今いないですもんね。確かにいないよね。2と3、3も俺なんか僕も3苦手 やっちゃってなんか苦しむ時あんだよね。3もそうか、鬼丸以上はいないのか。俺には鎌足り持ってないから、拓哉に鎌足り借りて、であとフレンドの鎌足り、であとはツタンカーメンと木崎レイキ、ああ、まあ、木崎でいってるんですね。木崎さんいるとやっぱ安定するスピードアップ、なんだかんだでスピードアップが安定する、まあ、確かにマホロは確かにそんななんですよね。確かに強いけど、まあまあスピードアップ欲しいなってやっぱ慣れちゃってるし、でもなんか鎌足り4でも負けるとき負けますもんね。鎌足り4だと SS 頼みに なっちゃいがち、雑になっちゃう。だから木崎さんのそのひよこ管理さえできれば木崎さんいいのよ。スピードアップはやっぱ絶対だ。どうしても、ま、合わない角度ありますよね、なんかその日あるあるある。いつも絶対これで入ってるけど入らないなみたいな時ありますよ、ね、あるある。一生細い棒の横にこう当たってずっとなんかこっち行ってくれないみたいな。なんかさ、あの2対2対2体でブロックで下に2対2体、あ、あります。どっちかしか狙えないから、 あれ俺はもう下にいる時は上に入るっていう気持ちで打つ、ね、ああそう、いつも逆行っちゃうと。そうそうそう、だからもう下、自分が上にいるときはこう反射で下に入るっていう、もう絶対下っていう風に、ルルでもなんとなくで打っても下行く、俺は結構、うん、それを分かってから勝てるよね。ああなるほど、もう決め方、村正3回ぐらいも入れなかったらどんどん諦めてきますね。あれなんか腹立つよね、前回復するやつね。2回ぐらいミスったら、あーもうダメなのか、あーまたやり直しっていう気持ちになって余計適当になってるんですよね。俺あれ淡路が前言ってた、あの角度さえ合ってればいつか入れるを採用する。それもあるよね。それ結構確かに、確かにお互いスピードアップと爆発とか持ってるキャラだったら
壊れ、いや友情で壊してほしいな。あ、友情か。友情で削れるイメージがあんまり、なんか同族の入るやつあるじゃないですか。あ、まあ2だけに早く壊してほしいですね。確かにね。いや他のとこはもう割と簡単だもん。そうだね、うん、簡単。俺もそうだね、2と9かな。9ね、9ももう一押し欲しいね、なんかね。6簡単だったね。6はマジで簡単です、負けないですね。2はみんな木崎さんとか入れてない。俺はもう鎌足さんの木崎さん1。最高。へえ、鎌足さんいいな。僕も、ツタン入れないですね。入れない。やっぱスピードアップにすると急に その毎回試すわけ。ツタンとかマホロバとか結局、あ、だから木崎さんじゃなきゃダメだったんだになる。まあまあね、スピードアップは正義ですよね。そうだね、魔法陣持ったスピードアップが出たらいい。確かにそれが一番壊れるかもしれない、うん、それがいい、はい、うん、はい、いですね。ケイちゃんさん、はい、ありがとうございます。これ、はい、なんかある。これ言っていい。はい、キヌちゃん、はい、カズヤさん、タクヤさん、秘密主義な大島さん、あわちゃん、こんばんは。私のゴールデンウィークは5月1日と6日はお休みで、サービス業なのでほとんど仕事でした。あら、1日はおじいちゃんとおばあちゃんのお墓参りがてら解禁となった岩牡蠣を買いに行きました。平日なのに人がまあまあいてました。関西人、途中本来ならアイスクリームが美味しい道の駅まで行くのですが、時間の都合行けなくなったので近場の道の駅でアイスモナカがめっちゃ美味しかったです。いいな。ミルクの味が濃くてめちゃうまでした。その後帰宅し晩ご飯に岩牡蠣を食べました。そして6日は気温差の変化から胃が痛くなったり、岩牡蠣じゃないか体がボロボロでずっと寝ていました。季節の変わり目と戦っています。年々虚弱になりがちです。多いですかね。話は変わりますが、おすすめのアイスクリームあれば教えていただきたいです。変わったな、だいぶ。話変わった。結局おすすめのアイスですか。期待のおすすめのアイスでした。でも家の近くにね、うん、ミニストップあるんですよ。あ、最高じゃないですか。いいね、ハロハロとか。ミニストップのソフトクリームうまい、ね。マジで美味しいじゃないですか。で一回10時ぐらいに晩酌して。その締めでアイスだなって。あれダイエットとかしてやめたんだっけ。もうあ、そのしてます、してます。しつつ、やっぱひげを生やしたことでこう細くも見えてます。見えてないけど別にで一回奥さんがコンビニ行くからっつってアイス買ってきて10時ぐらいに行ったんですよ、うん、じゃあ、 今洗浄中ですって買ってて、あ、ダメかって言って、で僕が行ったんですよ。でいろんなハロハロとかこうバッいっぱいこう掲示してるじゃないですか、上に。で1個だけあってバカなふりして、うん、あ、ソフトクリームってやれないんですかこの時間って言って、お、うん、あ、洗浄中かみたいな、なんか芝居こう言ってたら、あ、一応できますよ、うん、って言われて、で作ってくれたんですよ。あ、すいません、わざわざみたいな。いや、この店ちょっとワンオペでね、その十字本来いつ洗浄するんですかって僕聞いたら、まあ、2時から4時ですかねって言ってなくて、いや10時にこれはお前らやってるだろうと思ったんで僕は、え、この店は早いんですか洗浄って言ったら、いやちょっと一応もね一人で回してるんで、まあ、店の方針者としてはまあまあみたいな。なるほど、洗浄に大変すぎるから、はいはいはい、確かにすごい時間かかるじゃないですか、あれ。まあ確かにな、レジとか。なるほど、まあまあでもいいこと知ったぞと、うん、はい、でまた10時半ぐらいにアイス食いたくなるから別日に行ったら洗浄中ですのやつがここぐらいになってて1個だけだったんですよ僕が見た時、ここぐらいになってて、まあまああいつ出てきたなと思って、すいませんソフトクリームはって言ったら別の店員が出てきて、あ、すいません洗浄ですって言ってすぐ戻られて、結局そこは10時以降はもうアイス食えなくなってそのほうれん草で徹底されたんですよ。あ、それやっちゃうと、一回やっちゃうとね、はいはいはい、一回やっちゃうという、言われたんだ。西みたいなのに一人10時以降に、ね、はい、アイス買いに来たやつがいて、はい、みたいな。これでも誰かミニストップ本社が聞いたら怒る話かもしれないですね。怒るね。いやでもまあまあ場所は言ってないから、まあ、仕方ないじゃん。でもワンオペだとそういう風にしてるところもあっても、いやしょうがない、ね、だってあれで大渋滞になる時あるもんね。
もあるでしょうね。ありますあります。前のお客さんが4つぐらい頼んでて。うわ、4つ行かれたらもう終わりっすね。ね。はい。あれ大変だよね、あのシステムは。確かに。そうだよね。うまいけどね。だから空いてる時に行きたいよね。だからもう一回、あの、一回、ね、食わしてくれた人に会った時にもう一回聞いてみよう。うわ、やべえ、こいつ。こいつは握ってるぞと。握られちったぞ。ありますか、アイス。おすすめのアイス。アイスなんだ。俺、あれ買うわ。あの、質の、板チョコアイス。あ、うまい。板チョコアイス人気だよね。パリッとしてる。そう、好きな。なるほどね。薄いやつ。はいはいはい。あれは買っちゃいますね。あ、そう。あんなちっちゃかったかな。なるほどね。俺、バニラモナカアイス。バニラなんですか、あれ、俺、食えなくない、あれ、でかくないですか、モナ王みたいな。量が。いや、あれちょっとずつ割りながら、でも、うん、なんかチョコモナカよりなんかやっぱバニラ、バニラがうまい感じですし、 あれぐらいでしたけどね、絶対サイズ、サイ板チョコ、はい、サイズが、サイズってそうだっけな、あんなぐらいでかかったですよ、ね、俺圧倒的に一番好きなのパナップなの、パナップうまいよね、パナップ売ってないよね、パナップなかなか売ってないんだけど、売ってないですよね、うん、スーパーとかには売ってる、スーパーとか、あのパナップを半分ぐらいまで食って、そうするとちょっと柔らかくなってくるから、それを最後ずっとこうかき混ぜて、ソースも全部かき混ぜてかき混ぜて、こうやってポローってなるのをちょっと食べるのが本当に好きで、パナップのバニラ一番うまい、本当にパナップのバニラ部分が一番うまい、あれでもコンビニで売らなくなったら長さのせいじゃん、スプーンが2種類必要になってる、確かに、そ う, そうかもしれない、確かに長いのないと食えないですね、はい、うわパナップ、そうだね、うん、あのファミリーのやつは6個入ってるやつ、あ、ある、あ、それはあるんです、ちょっとそうそう、ちょっとちっちゃいのあれね、ファミリー、それだったら、ね、サイズ言ってくれりゃいいのに、食えるけど、ね、はい、あれだとでも混ざんないの、混ぜない、もう混ぜない、あれ長いのを半分ぐらい食ってから混ぜる、柔らかくなるから、いないんだよ、混ぜてみよう、今度混ぜると超うまいんだよ、デイジー山崎にケバーサーティーはありますもんね、ある、あれあるよね、そうなんだ、そうなんだ、行ったことない、ポッピングしちゃう、へぇー、すごい、るよね、あれいいよね、ジャモカコーヒーか、あ、ジャモカコーヒーね、ージャモカコーヒーチョコ入っちゃってんの、チョコ、あ、そうだっけ、チョコチップジャモカコーヒーになっちゃうんだ、そうか、山崎すげえな、すごいですよ、カップでね、カップで、へぇー、いいっすね、あれいいね、確かに、確かに、うん、はい、ありがとうございました、はい、はい、ということで、はい、はい、うん、いや、みんな、本当はたくさん、めちゃくちゃたくさんめちゃくちゃもらってるんですよ、全部読めなくてすいません、ん、本当にありがとうございました、楽しいゴールデンウィークから悲惨なゴールデンウィーク、いろいろありました、はい、いただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで、またね、この後夏休みとかも入ってきますから、そうか、楽しくね、はい、皆さん夏休みになったらなるべく一人で行動したりして、うん、エピソードを作っておくようにお願いします、ね、タチラジオ用に、タチラジオ用に、ね、はい、ぜひ、またお便りお待ちしておりますということで、高評価コメントチャンネル登録もお願い、今日も見てくれてありがとうございます、また明日も見てね、バイバイ、はい。